大阪誠二君。委員長。大阪君。おはようございます、大阪誠二でございます。冒頭に実は通告はしてなかったんですが、豪雪についてちょっと前田大臣とそれから総理の考えをお伺いしたいと思いますが、今週末私も地元歩いておりました。函館も27年ぶりの大雪ということで大変な状況でございました。昨日も函館空港で私が搭乗予定の飛行機が東京から空港に降りられずに2時間以上も足止めを食いまして、今日の予算委員会間に合わないんじゃないかなと思ったんですが、なんとか間に合ってくることができたわけであります。そこで前田大臣、3点について簡単に考え方を聞きたいんですが、まず1点は先週の金曜日ですが、社会資本整備総合交付金、このうち留保分の100億を都道府県に対して除雪経費として交付を決定したということですが、まだ20億以上留保しているというふうに思うんですが、この考え方はいかがかという、これどうするのかということ、それから市町村道の除雪ですけれども、これ特例措置等を例年取っている部分があるわけですが、これはどう思っているかということ、それから3点目が、実は昨日空港で、待っていたら市民の方から声をかけられまして、大阪さん、いや本当に雪大変なんだけど、特にひどいのは国道だと、直轄国道ひどいと、なんか開発に聞いたら国の予算ないって言ってるんだけど、こんなことでいいのかっていうことをですね、直接言われました。で、豪雪対策について前田大臣どのようにお考えか、簡単にお聞かせ願えればと思います。前田国交大臣。引き続き雪害に対してはもう大変な状況であります。私もこの週末島根、鳥取の方に行ってまいりました。当日は多少緩んでおりましたけれども、随分と大変な状況であったということをお聞きしております。そこで第一点のことでございますが、社会資本整備総合交付金については101億円まずお渡しをいたしました。ご指摘のように、まだ多少この止め置いているのがありますので、さらに今後の状況を見てですね、適切にこれも交付していくつもりでございます。これはご承知のように、市町村道とかそういうところまでどういうふうにこの配布されていくというのはこれからの問題でございますが、2番目のご指摘の市町村道の除雪費に対する臨時の特例措置、これは国土交通省にあるですね、この道路関係の予算をかき集めて、これも先週金曜日にこの調査をするように指示を出したところでございまして、これもなるべくたくさんかき集めて、前回のケース、おととしだったでしょうか、確か60億円ぐらい出したと思いますが、そのぐらいのめどはつけたいと思っております。3番目の直轄国道についてはですね、これはもう国交省そのものの責任でございますから、最大限の今努力をしているところでございます。もちろん、直轄が持っている機材だとかそういったものもどんどん貸し出しもしておりますし、あるいはリエゾンと称して専門家を自治体に派遣するということもしております。委員長。大沢君。豪雪対策に対する総理の決意をお聞かせください。野沢内閣総理大臣。去る2日にですね、大雪対策に関する関係閣僚を会議を開催をいたしまして、その際に生活支援復旧対策等に万全を期すように各閣僚に指示をさせていただきました。万全を期すということは、今の先ほどのやり取りもありました通り、財政が支障になって上配設等が進まないということがあってはならないということで、財政についても、特区を使うとかですね、今さっきの議論が出ましたけど、市町村道の除雪費補助等々、さまざまな、いわゆる措置を取りながら万全を期すということでご理解をいただきたいというふうに思います。大沢君。ぜひ予算がなくてですね、除雪ができないということのないように総理もよろしくお願いしたいと思います。加えて川端大臣、特別交付税の配慮もですね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。答弁はよろしいです。それから次、田中防衛大臣にお伺いします。歯切れよく簡潔にご答弁をいただきたいと思うのですが、まず最初に在日米軍に基地に対する田中大臣の考え方、基本的姿勢、今後どうするおつもりでいるのか、この一点まずお聞かせください。田中防衛大臣。
在日米軍基地についてのご質問をいただきました。我が国に駐留する米軍のプレゼンスは我が国を防衛するという米国の明確な意思を示しており、他に仮に他国が我が国に対する武力攻撃を企てた場合、相手国は自衛隊に加えて米軍と直接対決する事態を確保する必要が生じることになり、在日米軍基地の存在は我が国への侵略に対する抑止力になっております。また不透明不確実な要素が残るアジア太平洋地域において、在日米軍のプレゼンスは不測の事態の発生に対する抑止力及び対処力としても機能をいたしており、地域の諸国に大きな安心をもたらし、この地域における公共財としての役割を果たしております。このように在日米軍基地は日米安保体制の中核的な要素であるが、その一方で地域住民の生活環境に影響を与えることから、沖縄をはじめとする各地域の実情に合った負担軽減を努力を行っていくということでございますし、財務防衛大臣といたしまして、必要と考えまして、全力を挙げて努力をしてまいるところでございます。小沢君。委員長。田中大臣、もう一点お伺いしたいんですけれども、田中大臣、お忘れかもしれませんが、実は党の、地域試験調査会で田中大臣、当時まだ大臣ではございませんでしたけど、その時私に、非常に歯切れよくですね、その発言撤回しろって私に対して言ったのを、ご記憶かどうか分かりませんが、ぜひあの勢いでですね答弁をお願いしたいと思いますが、自衛隊と憲法の関係、これについてどのようなご認識をお持ちか、お考えを述べていただければと思います。加藤防衛大臣。自衛隊と憲法の関係について、ご質問をいただきました。憲法第9条は独立国家に固有の自衛権までも指定する趣旨のものではなく、自衛のための必要最小限度の武力を行使することは認められていると解しております。憲法第9条第2項は戦力の保持を禁止しているが、このことは自衛のための必要最小限度の実力を保持することまで禁止する趣旨のものではなく、これを超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解しております。我が国が自衛のための必要最小限度の実力を保持することは憲法第9条の禁止するところではなく、自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから憲法に違反するものではないということでございます。防衛大臣としてしっかりとやってまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。大沢君。田中大臣、いろいろと厳しいこともあろうかと思いますけれども、ぜひ存分に力を発揮して頑張っていただきたいというふうに思います。じゃあ次、安住大臣お伺いしたいんですが、国家財政についてお伺いしたいんですが、今、国の一般会計単年度収支大体40兆ぐらいそろばんが合ってないわけでありますけれども、これをもし改善させるということのために国民の皆さんにご負担をお願いするとなれば、国民負担率一体どの程度になるのか、そしてそれは一気に国民の皆さんにご負担をお願いするということは、それは現実的なことなのかどうか、このあたりについてご所見をお伺いします。安住財務大臣。おはようございます。今ご指摘のあったその国民負担率ということですけれども、財政負担を含めて考える、いわゆる潜在的国民負担率で申し上げると、51.2 なんですね、我が国は。で、内容としては、租税負担率が 22.7、それから社会保障負担率が 17.1、で財政赤字がこれは 11.4、トータル 51.2 と、実はその先進国の中では、これでも低い方でございまして、アメリカだけは日本よりは、低いんですが、これは個人負担の制度が逆に行き渡っている国であるということから、そういうことになっております。ですからですね、そういう点から言えば、これを改善するにはもう少しご負担というものはお願いをさせていただくということで、今回、
提案はさせていただきますけども、消費税の問題ですね。しかしご指摘のとおりですね、それだけではじゃあいいのかといえば、やはり総理が常々申し上げておりますようにですね、歳出をしっかりとやっぱり 歳出カットですね、行政改革をしっかりやる、まあ、これは立法府の皆さんにもお願いして議員歳費の問題もやっぱりやっていくと。でもう一つがやっぱり経済成長をいかに図っていくかと、この3つの道をですね、やはりしっかりと、目標を決めてやっていくことによって財政健全化というものを図っていかなければならないというふうに思っております。大沢君。今大臣おっしゃられた通りですね、今の単年度収支をこれ黒字に持っていくために、その差額を全部国民の皆様に一気にお願いするというのは、これは現実的だとは思われません。と言いますのは、今40兆そろばんが合ってないわけですが、今の国民の税負担全体が40兆でありますから、その国民の税負担を倍にしなければ、これ単年度で一気に黒字にならないわけですから、それは非現実的だというふうに思います。その上で大臣がおっしゃったように、その歳入をいかに確保するか、歳出をいかに適切なものにするかって、それを支える経済のベースをいかに上げていくかということは非常に大事だと思うんですけれども、私はもう一点大事なことがあると思っていまして、それは1000兆になろうとする国地方を合わせてのこの借財ですね、この信用度合いをどう確保するか、これがなければとんでもないことになるわけですね。金利が 1% 変わるだけで、あるいは金利が 2% 変わるだけで、税収の半分ぐらいが一気に吹っ飛ぶような格好になるわけですから、今後の日本の財政運営にあたって、特に財務大臣として心がけていかなきゃならないこと、この点どうお考えになるか、ご所見を述べください。安住財務大臣。我が国の財政は平成24年度末で、国地方の長期債務残高対 GDP 比は 196% でございます。ですから非常に厳しい状況ですね。で毎年、今年もですね、175兆円ほどの、仮返済を含む国債発行をして、市中に主にですね、消化をさせていただくと。つまり今ご指摘があったように、金利が上昇すれば利払い費はそのまま増えますので、非常に大きな、いわば負担を生じることになるわけであります。国債の国内消化を支えてきたのは言うまでもなく、その国民の貯蓄だと思いますが、これもやはり高齢化の中で、この貯蓄を取り崩しておられる国民の皆さん大変多ございますので、そういう意味では貯蓄残高も伸び悩んでおりますので、そこに持ってきて債務残高、つまり財政構造が、今ご指摘がありましたように、40兆を超える国債費で賄っているという状況であるということを、まずしっかり認識をしなければならないと。で同時に それは市場の信任を失ったらば、極めて厳しいその財政再建を逆に世界から私は求められると思うんですね。ですから自らの手でその財政再建への道筋をしっかりつけていくと、そのことは強いてはですね、基軸通貨のいわば一つともいえる円のですね、信頼を世界の中でやっぱり保っていくということが世界経済にとって大きな要因になるのではないかと思いますので、市場の信頼を損なうことがないように、今回の社会保障と税の一体改革等もですね、これは財政再建にも非常に大きな第一歩になりますので、ぜひこれを実現をして、確実にやはりこの再建への道を進めていきたいというふうに思っております。委員長。大沢君。安住大臣にはもう一点質問したいんですが、時間があれば後でまたしたいと思います。そこで総理、ちょっとお手元にですね、資料の3というのを用意させていただきました。資料の3でございます。これはフィシュキンという先生が書いた本でありますけれども、人々の声が響き合うとき、熟議空間と民主主義という本であります。この本の中で紹介されている面白い事例があるんですね。それはアメリカにある1975年公共法20周年において廃止をするんだと。それで世論調査をやってですね、アメリカ国民の皆さんにこの1975年公共法の廃止についてどう思うかって問うたんですね。ただアメリカの皆さん、これは残念だとか、それは仕方がないとか、いろんな答えが出たそうなんですが、実はこの1975年公共法っていうのはアメリカに存在しないんですよ。存在しない法律を世論調査で国民の皆さんに問うたのに、国民の皆さんはそれあたかもですね、その法律が存在するかのような答えを出している。世論調査にはこういうですね、危うい側面があるということを、これの本では指摘をしているわけですが、私は世論調査は大事なものだと思うんですけれども、総理、世論調査っていうのはどう位置づけるべきというふうにお考えでしょうか。野田内閣総理大臣。面白そうな本をご提供いただきましてありがとうございました。世論調査は、一つの国民世論の表れだと思いますので、基本的には真摯に受け止めるべきだろうと。これは大坂さんとご指摘の通りだというふうに思います。で一方でそのことによって右往左往することもいけないだろうと。
思います。むしろ世論をリードしていく、これは本当に国家国民のためだということならば、現状では厳しい世論であってもそれを説得していくということを覚悟しなければいけない場面も私はあるんだろうと思います。そういう世論の受け止め方についてはよく、それこそ今表題出てましたが、熟議をしながら、受け止めながらも熟議をしながらどう向き合っていくかということが私たちの役割ではないのかというふうに思います。大沢君。まさに総理のおっしゃる通りでありまして、総理は説得という言葉を使われましたが、私は政治において大事なのはですね、政治家が一方的に物を押し付けるということでもダメ、あるいは国民の声をただ聞いただけでそれをこう鵜呑みにして全部やっていくというのもダメだと思っていまして、その間にあるもの、それは多分お互いが学び合って高まっていく政治においてですね、政治家も国民も知的レベルを上げるんだという目標を失ってしまったら、これは実はもう政治ではないというふうに思っていますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。それで与党になってトップリーダーになってですね、実は辛いこと多いと思います。正しいことを言ってるのに正しいとは世の中言ってくれないと、事実を言っているのに事実だって言ってくれないと、あるいはこれはまだ計算途中でしっかり議論されているものではないから世に出す必要はないんだと言って出した途端に、出せ出せと言われて出した途端に議論が甘いではないかと言われてですね、一体何を考えているんだということでですね、私はなかなかトップリーダーってのは辛いというふうに思います。しかしながらトップリーダーであればこそ、これは逆にですね、よかった、褒められるっていうこともたくさんあると思うんですね。私も地元歩いていて今非常に厳しいです。しかしながらその中でも、いや大阪さん、診療報酬随分配慮してくれてよかったなとかですね、高校の授業料の無償化、これ本当退学する子もいなくなったぞよかったなとかですね、あるいは農業の個別所得補償、最初いろいろ言ってたけれども、いやこれベースにしてちゃんとやってくれよとかですね、あるいは地方財政においても、三位一体改革であれほど痛めつけられたのに民主党政権になって、いや本当風向き変わったと、地方の財政一息ついたじゃないかというようなことでですね、与党は苦しい厳しいけれども褒められて喜ばれるということもあると思うんですけれども、総理このあたりどうお考えですか。野田内閣総理大臣。マニフェストの中間検証、去年ですね、当時の岡田幹事長の下でやっていただきました。できてないこともあります。それは率直に認めなければなりません。でもみんなで力を合わせて一生懸命取り組んで成果を上げてきたものもあります。それはしっかりとお伝えしていかなければいけないだろうと思いますが、その中で今大阪さんご指摘の例えば社会保障は、今までは毎年2200億削ってきた、その結果医療崩壊とか介護難民とか生まれたわけです。でその流れを変えようと自然増を含めて1兆円含めてこれ認めるようにしました。そして、その結果また10年度の診療報酬を変えて、これネットプラス実現をいたしました。そしてまた12年度も診療介護報酬同時改定で在宅の医療と介護を充実をさせる方向性を出しました。というような取り組みをやってきた結果ですね、医療分野では救急産科、小児科、外科等の医療の再建、病院勤務医の負担軽減が重点課題でございましたけれども、平成20年から22年にかけて産婦人科医も小児科医も増加をいたしました。救急医療で働く医師、看護職員の数も増加をいたしました。医師不足、偏在の解消に向けて着実に前進をしているというふうに思います。からもう一つご指摘いただいた高校無償化でございますけれども、制度を導入した平成22年度の経済的理由による高校中退者数は前年度に比べて減ってきております。また同様に高校中退者の再入学は前年度に比べて増加をしてきております。また低所得世帯の私立高校生等に対する経済的支援については250万未満程度の世帯について全額免除相当の支援を行う県が13県から43県となるなど、多くの都道府県において高校無償化開始前より手厚くなってきている等々の一定の効果があると思います。農家の個別所得保障制度の意義はもうここであえて申し上げませんけれども、23年度の実施状況を見ますと、加入者は約122万件と従来対策が経営、所得安定対策でございますがの約8万件より大幅に増加をしており、昨年2月に実施したアンケート調査ではモデル対策に加入した農業者の
4人に3人は制度を継続すべきとの回答がございました。地方財政、これについては大阪さんにもこれまで相当ご尽力いただいてまいりましたが、一括交付金の規模は今年度の5000億円から8000億円に大幅に拡充するなどの取り組みを行い、そして通常収支分の地方交付税総額については政権交代前に編成された平成21年度当初予算の 15.8 兆円と比べて平成22年度について 16.9 兆、平成23年度については 17.4 兆、平成24年度については 17.5 兆と各年度の増加額の累計は 4.3 兆円となっているので、ご指摘あったとおり、いわゆる三位一体改革で傷ついた地方の疲弊の立て直しは行いつつあるということは、これは間違いないというふうに思います。さらには公務員制度抜本改革や出先機関廃止などを今国会でぜひその法案を成立をさせていきたいというふうに考えております。大沢君、総理ありがとうございます。私は与党として、あるいは総理トップリーダーとしてですね、これ厳しい声があるのこれ当然なんですよ。だけれどもしかしその中から国民の皆さんはここは評価している、ここは喜んでいる、ここはまだまだだということを的確に捉えて負けないで力強くやるというのは、これはトップリーダー与党の私は役目だと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。その上で、公務員制度改革担当大臣にお伺いしたいんですが、先般の1月26日の私は衆議院のですね、ちょっと待って、そこの何回言ったら君ら解くんだ、そこは参考人の席だ、そこ4つ開けなきゃダメ、聞いとって座るのはダメ、はい、ごめんなさい、大沢君。公務員制度改革担当大臣にお伺いしたいんですが、先般の1月26日の衆議院本会議のですね、各党の代表質問を聞いていて、私は非常に違和感を受けました。それはですね、自民党の谷垣総裁が公務員制度改革関連4法案に関連して狂気の沙汰だという発言したんですね。狂気の沙汰だ、私はね、これ理解できないんですよ。なぜかって、今回の公務員制度改革関連4法案の出発点はどこにあるんだということですね。これ実は行政改革法にルーツがあるんじゃなかったかなというふうに思っていますし、20年の6月に可決された公務員制度改革基本法の第4条の中に23年の6月までに関連法も出すということが書かれていたわけではないかと。このあたり公務員制度改革担当大臣、この法律のルーツといいましょうか、根源をちょっと説明していただけますか。岡田担当大臣。まさしく委員ご指摘のようにですね、国家公務員制度改革関連法案は自公政権下において成立した、国家公務員制度改革基本法において政府は事実的労使関係制度を阻止するために必要な法制上の措置を同法の施行後3年以内にをめどとして講ずるものとされていることから、これを踏まえて昨年6月に国会に提出したものでございます。今回の法案で阻止する自律的労使関係制度の下で経済社会情勢の変化に対応し、民間の給与や国の財政状況も勘案しつつ、労使交渉を通じて人事給与制度の改革を進めていくことが重要であるというふうに考えております。できるだけ早く法案を成立させていただきたいと考えています。小田君。従いまして、自公政権時代、自分が政権を担っていたときに決めた法案のことをですね、狂気の沙汰だというのは、自分が自分に対して狂気の沙汰だと言っているようなものでありますので、これはですね、ぜひこの法案はしっかりと議論して成立に向かっていただきたいというふうに思います。で、次、資料に用意いたしました。これは昨年の9月15日の毎日新聞の朝刊に載った記事であります。東大の名誉教授の西尾勝先生がですね、政権交代で文献改革に成果、正当に評価すべきだという記事を書いてございます。義務付け枠付けの見直し、これ自公政権下で全くできなかったものをこれ我々の政権になってやった、あるいは国地方協議の場、これもしっかり成立をさせていただいて今有効に機能するような状況になっているわけですが、川端大臣、これはなぜこういうことになったのかですね、こういうことがうまくやれた根源といいましょうか、そこのあたりについてまた説明いただけますか。川端総務大臣。お答えいたします。自治体の裁量権をできるだけ拡大して、地域住民にきめ細かくニーズに合った行政を行えるというのが、私たちの地域主権
改革の、まあ、一番の肝であります、地方にできるだけ、まあ、分権を進めようという考え方自体はずっと自公政権の時からありました、ところがなかなか進まなかった、そういう中でやはり、これはどういう仕組みで物事を決めていくのかということが一番大事だろうということで、総理をトップとして関係閣僚の構成になる地域主権戦略会議を司令塔とした仕組みを作った。でここで大きな方向を決める。そしてそこの改革の推進に向けて具体的な指示を出しました。これを受けて地域主権担当大臣の指示のもとに、まあ、大阪委員もそのメンバーでございます。副大臣政務官で政務レベルで実は交渉をやったと、事務方ではなくて政務でやったということで、そこのそれぞれの大臣がまた最終的にはそこの折衝の判断を政治判断をするということで、総じて個々の交渉政策決定の場面での政治の指導力がまさに政治指導で発揮されたことが大きく進んだ最大の要因だというふうに思っております。委員長、大阪君。そうなんですね。実は国地方協議の場法もですね、実はかつてであれば各省協議必ずやらなきゃダメだったんですが、それ各省協議やらなかったんです。しかも事務次官会議廃止されていたものですから、各省が納得しなくてもこれ閣法として提出できた。それがなければ私、国地方協議の場法なんていうのは成立しなかったというふうに思っていますので、まさにこれは政治の力で実現したというふうに思っています。で一方ですね、この西尾先生の記事の中で、一括交付金は文献改革派から見れば中途半端な改革手法であり、もろ手を挙げて賛成はできないというふうに書いているんですね。これは昨年の9月の時点ですから、まだこの一括交付金というものが世に出されて時間があまり経っていないと。そこで川端大臣にお伺いしたいんですけれども、現在の都道府県の評価いかがですか。これ川端総務大臣。これは23年の11月17日から18日、まあ、実際に使っていただいている途中まで来たときに、アンケートをいたしました。これは都道府県でございますね。約7割の団体からこの交付金は大いに評価する、あるいはある程度評価するという回答をいただきました。中身的にはさらにもっと自由度を増やしてほしい、メニューも増やしてほしい、額も増やしてほしい、こういうご要望であります。前向きに評価いただき、ご要望があるということを踏まえて、来年度予算は額を増やし、メニューを増やし、そして、政令市にも拡大するということに取り組んでいるところでございます。大沢君。そうなんですね。実際使ってみるとですね、最初はいろいろ心配がありましたけれども、随分評価する、だから予算増やしてほしい、自由度を高めてほしい、拡充してほしいというのが地方の声なんですね。この一括交付金の導入にあたっては中井委員長にも昨年の委員会で随分お世話になりました。それから当時の中川筆頭にも随分ご心配いただいてですね、大阪さん本当に大丈夫かって言われたんですけれども、実際やってみれば評価が高まっているということでありますから、自信を持ってこれはですね、私は拡充していくべきだと思います。ただ各省の抵抗は厳しいと思います。だけれどもこれは自信を持ってですね、やれば評価は上がるというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。そこで総理、現在ですね、いろんな地域から地域の自治の形をこうしたいというような思いが随分たくさん寄せられるようになりました。例えば新潟から新潟州のようなものをやりたいとか、あるいは政令指定都市からはですね、特別自治市のようなものをやりたいと、私たちの自治の形はこうであるというような主張が地域から随分出てくるようになったんですね。あるいは大阪都構想なんかもその通りであります。しかし今これらのことについてですね、なんとなくこう政治の方がちょっと右往左往しているというか、なんかそういうものに寄り添ってなんか迎合するような姿勢が見えるんですが、私は民主党政権はこのことについて非常に明確なですね、腹を持っているというふうに思っています。お手元の資料1ご覧ください。これは2年前の6月22日に閣議決定をした地域主権戦略大綱であります。この2ページ目の上の方を見ていただきたいんですが、括弧2のところです。国の形については国と地方が対等なパートナーシップの関係にあることを踏まえ、国が一方的に決めて地方に押し付けるのではなく、地域の自主的判断を尊重しながら国と地方が共同して作っていくということを閣議決定しているんですよ。ということはですね、地域からいろんな声が出てきて、それに慌ててこう迎合するとかしないとかということではなくて、この方針に基づいて私は政府は毅然とした対応をしていくべきだと思うんですが、総理の考えをお聞かせください。野田内閣総理大臣。地域主権を進めていくこと、これはこの国の形を変えていくということでありますが、それは私どもは、まあ、大阪さんもずっとこの大綱づくりに関わって腹を据えてやってきたつもりです。その一環で一括交付金、さっき議論ございました、それから出先機関の廃止に向けての取り組み、それからすでにやっている義務付け枠付け、実績は十分にあると思うんです。でそれを踏まえてここに書いてある通り、まあ、いろんな構想が地域から出てきていますが、
さっきご議論があった法定化した国と地方と協議の場、あるいは地域主権の戦略会議にも地方の代表者の方、有識者も集まっていただいています。そういう場を通じてしっかり受け止めて、そして我々もどんどんそこに意見交換をさせていきながら、その地域主権を前進をさせていくということを、もう覚悟を持ってやっていくということを改めてお誓い申し上げたいと思います。委員長、大沢君。最後に一言だけ、枝野大臣、大間にありますですね、大間原発 J パワーのあれ世界初のフルモックスの発電所なんですが、これについて私の地元函館、ここではもう相当な反対凍結の声があるということだけを申し伝えて、私の質問を終わらさせていただきます。ありがとうございます。これにて大沢君の質疑は終了いたしました。次に